こんにちは、ソニアです。今回はメイク動画を撮りたいと思います。ってことで、最近やってるデイリーメイクを紹介したいと思います。なんだろう、最近結構あんまりピンクとか使わずにオレンジだったりブラウン、ベージュ系を使うことが多いので、そんな色味のメイクをしていきたいと思います。今ちなみに化粧水とクリーム、美容液をつけた状態からスタートします。一つ目、ファミのエバーグロークッションファンデーションのナチュラルベージュを使います。これ最近使い始めたばっかりで、なんだろう、すごいね、みずみずしいんですよ。つけると若干冷たい感じがして気持ちいい。全体的に私、頬が赤くなりやすいので、ちょっともうワンクッション。感じかな。こんな感じです。チラチラしてるの分かるかな。分かるかな。この辺とかすごい今気に入ってて、結構これだけでベースは終了です。次、アイブロウはヘビーロテーションのパウダーアイブロウ&ノイズシャドウの02ナチュラルブラウンのカラーです。ちょっと使いすぎてるんで、チェックしてみてください。よく使ってるやつです、私が。アイブロウは結構ペンよりシャドウでぼかす派です。私は。しっかりがっつり描くよりかは間を埋めるテンションで。さらっとこんな感じです。次にアイシャドウはこのシークインクラッシュの6番、サンローランのかわいいかわいいオレンジ、サーモンオレンジというかコーラルオレンジみたいな、すごいラメが綺麗なシャドウです。で、ちっちゃな細めのペンで描きます。すごいこのシリーズ発色が良くて、もう一色だけでいいグラデーションが作れるんですよね。真ん中ら辺にトントンってして、その後周りにペンを回してボケさせて、じゃん。
こんな感じで、アイシャドウは、同じように、下にも、軽く、こんな感じで、このオレンジのシャドウにすごい合うのが、ちょっとプラスで、このフーミーのマルチライナーキラキラピンクを使います。なんか黒いアイライナーとかで描いちゃったり囲ったりするとちょっと、なんだろう、このオレンジに合わなくて、同じようなカラーで、下とか上とかをプラス、なぞってあげると、締まります。目の下を特に私はこのキラキラを使います。いい感じ。アイシャドウだときっと目の際までちょっと色が入りにくいことがあるので、これで埋めるっていう感じです。上も下もアイライナーをプラスしました。で、私が最近ちょっとメイクでもかっこよくしたいなって時があって、それで使うのが、この、ジバンシーの、コールクチュールウォータープルーフの08番です。08番。なんか、すごい絶妙なグレーのような深い色をしてるアイライナーなんですけど、それを目の内側、ここの内側に描くんですよね。ちょっと描きにくい。描きにくい。どうしよう。描きにくい。特にこの、目尻？こっち側かな？こっち側？こっち側？目尻？目頭です。目頭の方を、内側？こっち今私、なんだっけ、このミラー持ってるんで、描きにくいんですけど、基本、ちょっと上に上げて、こうやって、ちょっと描いてください。でも、シャドウとこの、インナーのライナーで、インナーを描くだけで、目は、くっきりします。次に、ビューラーをしていきます。ビューラーをほんと、なんか、おすすめのビューラーがあったら逆に知りたいぐらい。最近買い替えたいなと思ってて。資生堂とかシャネルとか、よくみんな使ってるイメージ。で、マスカラ。マスカラは、これ何？メイブリンの、ダッシュニスタの02番ブラウンのカラーです。私基本ブラウンのアイシャドウ、ブラウンのマスカラばっか使ってます。これはお湯で取れるタイプなので、すごい便利です。これを一回塗ります。なんかちょっと束感を作っても、いい感じになります。
から真上に塗るっていうよりかは、ちょっと左右に動かしながら、ちゃんとマスカラがつくように塗るイメージです。下はこうやって縦に持って、さーっと。こっちも。こんな感じです。で、実は最近私、マスカラを二刀流してて、これでコーティングします。こちらがエチュードハウスのジュアルワイドマスカラブラウン。こちらもブラウンです。これはなんと、なんか上まつげと下まつげ、別々でブラシがついてて、とても利口なマスカラです。これはウォータープルーフタイプなので、でも、お湯落ちのものとこう、後に使うと、そんなメイクオフの時に手こずらないので、この順番が結構ベストです。よし。次に、リップ。リップは、まずさっきメイク前にもつけたんですけど、キールズのリップバームクランベリーをつけてます。今もうついてるんですけど。その後に、今回はちょっとベージュ、オレンジっぽいテンションのままでいきたいので、だいぶ愛用してる、ライキービューティーの01番のパーフェクションっていうカラーです。すごい綺麗なベージュとちょっと土っぽいニュアンスがすごい今の気分に合ってます。これを塗っていきます。ちょっとマットっぽい？でもマットすぎず、ちゃんと、なんだろう。唇がカピカピしないマットなので、色持ちもいいし、なんか、リップも荒れない。で、その後に、大好きな、白の、エッセンスリップ、オイルカラーの04番。です。いやー、シロさんのメイクめっちゃ好きや。すごい、ユズの香りがする。こんな感じです。そして最後に、ハイライトをします。ちょっとやっぱ、まあ、ファンデーションだけなので、それにプラス、ツヤっぽさみたいなのを出すのにすごい使ってるのが、この、海外のセフォラとかで売ってるタルトのハイライト、中がですね、こうやって4色になってます。それで、この一番左側のカラーを使って、ここら辺、今艶っぽくなってると思うんですけど、
と立体に出すためにプラスして、ここは結構、艶っぽく、顔が、なるパーツなので、この辺と、あと顎と、鼻筋と、ここに、残りを、つける、感じです。で、この濃いめの2色を混ぜて、顔周りのシャドウですね。さーっと。こんな感じに。仕上がりました。ピンを取る。いかがですか？オレンジシャドウにオレンジリップで、ちょっと肌はツヤっぽく仕上げて、この冬はこんなテンションでいかがですか？はい、こんな感じでソニアのデイリーメイクでした。バイバイ。